川辺千恵子のブログ、川辺です、ブログです、山田です、これで決定しました。なんで山田って。絶対おかしいですよね。おかしいですよ。私も思いついた時、なんでこんなことなっちゃったの。全く意味がないんですよ。ないんです、ごめんなさい。だけどですね、ちょっと、まあ、さっきからそわそわしてるのは、うん、この後ろにまあ秘密兵器があってですね、まあ、7月21日に発売されるキャンディーベイベーママメイドの、あのノベルティーグッズのこれ、まあ、歯ブラシセット、歯磨きセット、これにドンとドンと、ノベルティーグッズで、これはあのいろんな方がお配りするんですけれども、これの名前何にするって言われた時に、山田くんでって言って、そこから始まったストーリーなんですよ。山田くんって、別にその私全然山田くんっていうのほんとつけた時とかもほんと全部思いつきなんですけど、ちょっとこれ面白いんじゃないかなと思って。山田くんっぽくないですかこれ。山田くんそれは可愛い。山田くんっていうカテゴリーを作ったらいいですか。今日の山田くんみたいな。それいいかもしれない。山田くんしか入れない。山田くんしかコメントできない。そう、コメントできない。そう、それでいきますか。全国で山田くん集める。カテゴリー的には山田くんと、あとは食べ放題。あ、そうですよ、食べ放題ですよ。じゃあ、こちら主催のね、はい、お名前何でしたっけ。食べ放題大好きランド、略して TDL でーす。本当にね、ごめんなさいですよね。まあ、TDL も結構思いつきだったんですけど、もうそういう思いつきを大事に、なんかブログとかも進めていけたらいいなと思ってるんで、ぜひ見てください。更新とかって、なんか一日に何回だか決められないんですよね。もちろん。うわ、どうしよう。1秒ごとにしていただいて。そうですね。はい、1秒ごとに。臨場感たっぷりな。たっぷり。もう4、もう何コマ漫画ぐらいのね、勢いですけど。はあ、何コマ漫画に、ああ、それいいですね。こうやって、もう1秒ごとに更新して、はい、はい。歩いていただいて。歩いていただいて。その時にはちょっとキャンパスライフとかももしかしたら覗けるかも。そうですよ。今日食べた学食のランチはこれです。みたいな。で、今授業中ですとか言って、先生と一緒に撮ったりとかね。集中しろみたいな感じなんですけど。はい、あ。ね、もうすぐ TDL も第2回目が開催されますので、その細かな詳細までぜひ、ね、お届けしていきたいと思います。あとキャンペーンもね、キャンディーベイビーのキャンペーンも始まって、多分全国あちこち回ると思うんで、そのなんだろう、美味しいもの食べた時とか発見があった時とかは、もう随時いろんな人に報告して発信していきたいなと思いますね。あとは大好きなキティちゃんね。そうなんです。まあご当地キティなんですけれども、全国に250種類以上あるらしくて、今私が持ってるのはまあ31種類。今日31個に到達しました。まあ一番おすすめはこの無理やりな感じが可愛い武道館キティですね。これね。あとはちょっと一番好きなのは、新潟のお米のキティですね。可愛いわ。こういう感じで、すごいいろんなところで集めてたりとかするんで、キャンペーンに回ると、うん。多分ね、またね、一つ一つ増えていくと思うんで、そちらもね、紹介して、もうすごい紹介することいっぱいありますね。ほんとネタが盛りだくさんで嬉しいですわ。でもそれが随時ブログで、そうです。そんなカテゴリーで山田くんも見れ。山田くんも見れ。そう、山田さん、山田くんになったらもう必ずツーショット撮りますわ。そうですね。そうです。山田って証明できるものをちゃんと持ってもらう。そう、見ましょう。そうですね。そうです、そういうの大事です。大事です、大事です。やっぱ偽っちゃいけませんから。嘘はついちゃダメ、やっぱ。だから、山田さんとの交流を深めつつ、いろんなものを集めているところもこう、ね、紹介しつつ、楽しくね、お送りできたらいいですね。はい。頑張ります。というわけで、本当に毎日、こう、いろんな発見とかあって、すごく楽しい日々を送っているので、それをいろいろ紹介できたらいいなと思っています。皆さんもぜひチェックしてください。でこれでもう見れるの。あ、マスが入ってね。じゃん、というわけで初投稿しちゃいました。これからじゃんじゃん更新していきたいと思います。よろしくー。